韓国旅行のお土産大定番のハニーバターアーモンド。そのフラッグシップストアなら20以上の味と出会えます。ミョンドンのバフアーモンドストアに伺います。お店に入るとまずはでっかいキャラクターがお出迎え。他にもキャラクターが何体も設置してあり、フォトゾーンがたくさんあります。店内の様子です。ミョンドンの一等地のビルの1階で通路は広々としています。まるで倉庫のように商品が積み上がり、黄色がテーマカラーのポップな内装。それでは味を紹介してまいります。俺が食べたことあるものには勝手ながら点数もつけます。クッキー&クリーム80点。いい意味で想像通りのしっかり甘い商品。パッケージの色味的に春夏がおすすめ。スターライトパンパン、絵的にやばいんですがちゃんと合法の商品。サーティワンのポッピングシャワーのようにパチパチキャンディーを使っているそうです。チェジュ抹茶90点。甘さの中にバランスのいい苦味。韓国のハワイとも言われるチェジュ島の抹茶を使用していて香り高いです。わさび50点。わさびの辛さだけにしてくれればいいのに、ハニーバターの甘さも乗っていて合いません。食べた直後にツーンとするのも苦手です。基本のハニーバター80点。もうね、余計なことしないのが一番。お値段について説明します。味によって内容量は変わりまして、約 200g で790円。組み合わせ自由で5つまとめて買うと4000円が3000円です。キャラメルソルト&プレッツェル。2023年、韓国ではプレッツェルもトレンドでした。最強の組み合わせなんで美味しそうです。トッポギ、変わり種ですね。先ほどのわさびより相性は良さそうで割と辛いらしいです。ホットスパイシーチキン60点。汗をかく辛さのパウダーで喉がやられますのでご注意。プルダックポックンミョンのような旨味がもっと欲しいなと思いました。ローストオニオン70点。玉ねぎの臭みが少し強く、可もなく不可もなくっていう感じです。海苔どうなんですかね。韓国海苔の美味しいしょっぱさだけならいいんですが、やはり甘さもあるようです。ヘーゼルナッツボンボン。その名の通りヘーゼルナッツを使い、チョコレートでコーティングして、さらに紅茶のアールグレイも使用しています。特に大人の人におすすめです。青唐辛子マヨネーズ。辛い系ですがマヨネーズと蜂蜜の相性がいいので気になります。黒ごま。ネットでも日本人の口コミが見当たらず。ミントチョコ、好き嫌いが分かれそうです。ちなみに俺はミントチョコ味のアイスは好きですが、ミントチョコ自体は苦手です。チェリージュビレ、これです。甘酸っぱい感じが絶対美味しそうです。人参ケーキ。韓国では人参ケーキもスイーツの定番メニュー。チェダーチーズ&プレッツェル。プレッツェル入りなら先ほどの塩キャラメルのが美味しそうだな。ティラミス85点。甘さの中にほんのりとしたほろ苦さが絶妙です。黒糖ミルクティー80点。黒糖ならではのじっとりとした甘さです。ガーリックブレッド60点。個人的にガーリックが効きすぎかなっていう印象です。きなこ餅95点。今回食べた中で一番美味しい商品。韓国の伝統的な味でもあるのでお土産におすすめです。トフィーナッツラテ。これをモチーフにしたラテをモチーフにした味です。韓国ではスタバをはじめいろんなカフェで出しています。焼きとうもろこし90点。甘みの効いたコーンスープみたいな味。乾燥したとうもろこしも入っていて、それがアクセントです。すべての味を紹介しましたが、味が多すぎて選びきれないですよね。そんなわがまま野郎のおめえにおすすめな詰め合わせセットもたくさんあります。スイートセットはこのラインナップ。10g 入り6個の味4セットで1300円。フレンドセットはこのラインナップ。辛いしょっぱいがメインなのであんまりおすすめはしないかな。スイート&ホットセットはこのラインナップ。甘いのだけじゃ嫌って人にはいいかもしれないですね。バラエティセットはこのラインナップ。 10g 入り11の味5セットで2700円。ちょっとケチくさい話していいですか。職場へのお土産とその予算どうしよう問題ってあるじゃないですか。俺は2000円って決めてて、今回はこの店で買うことにしました。でもさっきのセットは1300円、こっちは2700円で、この間くらいが欲しいんですよね。迷った挙句こっちの高いセットを買って3割ぐらい抜きました。
箱だと中身スカスカでバレちゃいそうなんですが、袋なのでバレませんでした。周りからは太っ腹の人だと思われてるので大成功です。別にそれを狙ったわけじゃないんですが、結果としてついてきたっていう感じです。スペシャルティセットはこのラインナップ、一つ前と比べていい意味で無難さは少ないです。男ならこっちで勝負しましょうか。まあ俺買ってないんですけどね。オールインワンセット 10g 入り22の味4セットで4200円。はい、全部入りです。迷ってんならこれ買っとけって話ですわ。3種類の容量セットの中でこれが一番コスパがいいです。アーモンド以外も取り扱っています。ハニーバターマカダミア 130g で790円、ハニーバターカシューナッツ 210g で850円、ハニーバターミックスナッツ 220g で850円、ピーナッツは 120g 690円で6個まとめて買うと3000円です。味はキャラメルソルト&プレッツェル、基本のハニーバター、わさび、中国四川、唐辛子の辛さとは別に痺れるような辛さが効いていそうです。焼きトウモロコシ、ローストエンドソルト、下手に味が乗らずシンプルな甘じょっぱさを味わえそうです。バターココナッツ、可愛らしいパッケージで春夏に良さそうです。スナック菓子も取り扱っています。アラスカフィッシュスナック 160g で1500円、味はディープチーズ、わさびマヨ、ローストオニオン、イカフライは 140g で1500円、味はハニーバター、韓国式の辛いちゃんぽん、焼きとうもろこしです。韓国海苔16パックで790円。スーパーに比べるとまあ高いんですが、絵柄が可愛いのがいいですよね。海苔天 190g で380円。好きな味を組み合わせて5個買うと1900円が1500円。味は塩、ガーリックブレッド、わさび、ハニーバターです。辛い系やしょっぱい系を買う場合はアーモンドにこだわらず、こういったスナック菓子を買う方が美味しいと思います。現に俺が食べたしょっぱい辛い系のアーモンド5個のうち4個は好きになれませんでした。他には干し柿、干し芋やマッコリもあります。マグカップ、エコバッグ、キャディーオンバッグなど多彩で見ていて飽きません。さて、店名のバフはアルファベットで HBAF、 ハニーバターアーモンドフレンズの略です。それ以外にも Healthy but awesome flavors、健康的だけど最高な味という意味もあります。ナッツ類はアレルギーに注意が必要なものの、子供から高齢者に愛され、妊婦さんにもおすすめの食品とされています。ハニーバターアーモンドは韓国土産の大定番ですが、何度食べても美味しいです。変わり種もあるし、バラ巻き用のセットもあるので、最適なお土産が見つかるはずです。日本はもちろん、韓国のスーパーでも取り扱っていない味もありますので、ぜひこのフラッグシップストアに寄ってみてください。